ベネツィア・メストレ駅はイタリアのベネツィア市、メストレにあるレーテ・フェロビア・ーリア・イタリアーナの鉄道駅。グランディスタツ用に計画に含まれる。本校では近接するベネツィアトラムのメストレスタジオーネ FS 電停についても述べる。この駅はリベルタ橋を渡りベネツィアの方にあるベネツィア・サンタル・ジーア駅に至る最後の駅である。 ベネツィア・メストレ駅は貨物や乗客にとって重要な場所となっており、1日の利用者は3万5千人となっている。さらに、この駅はミラノ、ベネツィア、メストレトリエステ等といった路線がここに集まっているために、ベネト州の重要な合流点となっている。ベネツィア・メストレ駅は5路線の拠点駅の一つとして機能している。IATA 空港コードはザビ。 2010年12月にはトラムが開業し、駅前に乗り入れた。その後の延伸工事によって、現在トラムは駅の地下に乗り入れている。単式ホーム1面1線と島式ホーム6面12線の合計7面13線を有する地上駅。駅舎は単式ホームに隣接しており、各ホームへは地下道にて連絡している。駅入り口は FS の駅舎の東側にある、 バスターミナル上に設置されている。ホームは FS の線路を南北にまたぐため地下駅となっており、相対式ホーム2面2線を有する。ありがとうございます。